前回の番手戦やったんですけど、ちょっと一瞬ヒヤッとしましたけど、ちょっとあれはレース的にはちょっと悔しかったんですけど、ただリカバリーはそうですね、はい、3番手だからしっかり切っていったんで、そうですね、まあ、ちょっと高橋には申し訳なかったですけど、はい、うん、まあ、優勝だけしっかり取らせてもらって、そんな感じですね、はい、まあ、優勝してる足を見たらだいぶいいかなって、その前の自力とかもね、はい、うん、だいぶいいですね。よくなってきたのは練習の成果が出たとか、レースギア規制が、いや、ギア規制がありますね、一番、はい、ギア規制のおかげでだいぶこう無理なく体が使えてるんです。それがだんだんこう自分のレースがやっとできるような、はい、体がうまく使えて、はい、足にかかる負担も以前よりは、まあ、全然やっぱ楽ですね、はい、かなり無理して踏んでたんで、あ、まあ、それに比べたらだいぶ、だからそういう意味では広島で結構レースが詰まってても、そうですね、はい、ずっと詰まってたんですけど、まあ、そこまで疲れが出てなかったんで、はい、疲れも以前に比べればあまり残っていない。そうですね、はい、残りにくいですね、やっぱ、うん、こう1日で取れやすい、なんか嫌ですね、比較的、まあ、それでも昔に比べれば重いっちゃ重いですけど、あみんな勘違いしてこう軽い軽いって思っちゃって、実際重いですからね、57ぐらいにしてくれよ、昔なんか64踏むのに必死だったんですから、57から64に上げるのに必死だったんですけどね、慣れって怖いですよ本当ですね、まあ、ともかく頑張ります、はい、はい、写真を。